島清史時期9月17日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大員日向国土城に生まれた。父、清は宮崎県氏族。弟の産地通信は陸軍将校。島武氏は戦艦、霧島艦長等を務めた海軍少将である。島は9歳の時に故障として出資した経験がある。 海兵士官学校予科生と在学中に同校は廃校となり、1877年9月、海軍兵学校へ転入。1880年9月、竜城乗組として実地訓練を受け、豪州へ開校。1881年9月少尉補となる。兵学校八期生であり、同期に八代六郎がいる。1885年6月海軍少尉任官。 摂津官文体師を務め、ついで兵学校教官となり、法術を担当した。大尉に進み、武蔵、高千穂の文体長を歴任し、英国で建造された千代田開校院を務めている。帰国後、兵学校幹事を経て、海軍大学校候補学生となった。黒井定次郎、江頭康太郎は、海大の同期生である。卒業後、法術練習所学生として、 訓練を受けている最中の1894年6月、運送船大見丸の監督官を命ぜられ、ついで松島分隊長に補せられた。松島は、新国北洋艦隊の庭園、沈園の巨峰に対抗する艦として、日本の機体を集めており、日清戦争における連合艦隊機関である、法術選攻士官として、経歴を重ね、 海軍大射敵海で一等となるなどの実績があった。島は第一分隊長としてその手法を預かる。日清戦争において、英海攻撃などに参加。公海海戦に際し、松島下関班で全部量源砲塔の指揮に当たっていた島は、敵団の命中により戦死した。島は海中に投げ出され、帽子を振りながら万歳を絶叫しつつ海没したという。なお勇敢なる水兵。 三浦虎次郎が戦死したのも同日の同じく松島かかんである。島には当時5歳になる長男があった。島が出生に際出馬に残した書には、分拙つたなく一万一の場合は清秀に、父の志を次海軍に従事させよとあった。この長男は海軍兵学校に進み、海軍中将として霊手置海戦に参加した島清秀である。 海軍70年次第ピアニッシモ250から251帝国軍人名誉列伝海軍隊員島清自家君公開海戦における松島艦内の状況経歴はアジア歴史資料センターの資料に基づく海藻の日本海軍聖子ため太郎沖永語る日清戦争実践団日清戦争軍人名誉中止列伝島清自家君 官方第709号、除八1885年11月10日。官方第1970号、除任及び、事例1890年1月25日。官方第2541号、除任及び、事例1891年12月17日。田尻左辺、増威所検伝増保版上特使増威年表 P12。ありがとうございます。